客さんの池のね、改修工事に来ました。滝の方がね、こんな感じで、脇から水が漏れるっていうことで、こっちもね、水が漏れちゃうので、滝の高さのね、タッパーを高くしてね、水の量、まあ、これよりもね、ポンプの詰まりとか取ると倍ぐらいの水の水量が出てくるので、滝の方をね、FRP でね、コーティングして、水、滝からね、水漏れをしないようにしたいと思います。滝というものはね、水漏れの原因とかはね、水の淀みとかを作ってしまう、余計なものになってしまいますので、最初からね、きちんと作る必要がありますね。既存の滝をね、そのまま使ったので、こんな感じになってますけれども、これからね、コンクリートをして FRP でね、水漏れがないようにしっかりね、作って施工していきたいと思いますのでね、まあ、殺菌灯もつけてなかったので水の方はね、青くなってますので、殺菌灯とかもね、設置して、水がね、綺麗に透明な水になるようにね、していきたいと思います。結構コイいますね。コイちゃんいますね。滝を修理するのにね、コンクリートを使うのでアルカリ性のね、強い、まあ、コイにはね、毒性のすごいアルカリ性のね、強い、コンクリートのね、アクが、雨とか、万が一ね、ノロとかが池に入ると、コイたちがね、全滅することがありますので、コイをね、引き上げてから作業をね、したいと思います。はい、滝を掃除しましたね。はい、こういう石とコンクリートの隙間とかね、こういうところもそうですけど、石の上にね、貼り付けたりとかね、重ね合わせてるところが、どうしてもね、隙間が空いちゃって、そこからこうやってね、裏の方に、じたじたとね、漏れる原因になってきますんで、できればね、コンクリートで全部覆っちゃうとかします。で、滝の方はね、できればね、滝はね、やっぱり水漏れの原因とかになりやすいので、そこら辺をね、工夫して作ってもらう必要があります。はい。で、これをね、一旦壊していきますね。滝口のね、薄いコンクリートをね、すべてね、壊しました。これでまたコンクリートを塗ってもね、張り付きが良くなると思いますのでね。はい、滝の周りをね、コンクリートで下地を作ってから、この上にね、 FRP を塗って補強して、水漏れをね、なくすように補強していきます。石の継ぎ目とか漏れるところは結構厚くし、コンクリートをね、厚くしてますね。次の日ですね。はい、乾きましたね。ここの上にね、FRP をね、塗っていきます。こういう石の割れ目からもね、水が漏れたり染み出す原因となりますのでね、こういうところもしっかり FRP でコーティングします。硬化剤を入れたらしっかり混ぜますね。
滝のね防水工事がねだいたい完了しましたね。石とコンクリートの間をね FRP でコーティングすることによって石が大きくずれない限りは、割れることがないので水を漏れを抑えることができます。まだねしっかり乾いてないんですけども、石とコンクリートのね境目を FRP のねガラス繊維2枚くらいで抑えてるので強度はね十分、水漏れすることはねありませんね。今回の防水工事はね滝だけなんですけども、池とかのね庭石とコンクリートのね継ぎ目とかがまあ1ミリ2ミリ空いてれば、全体を通してみれば水道のホースくらい穴開いてることになるので、まあそれだけでもね、水が漏れる池になってしまいますので、今回のね FRP のようなね工事をしますのでね、池のがね水が漏れてねすぐなくな水がなくなっちゃうよっていう場合でしたらね、こうやって FRP のね工事とかもね受けたまわっておりますので、水漏れ工事の方もね、お気軽にお問い合わせください。それではねさようなら。